これは、今日行われた県議会定例会の質疑一般質問で、県政自民クラブの岩井豊太郎議員の質問に、市橋隆人デジタル推進局長が答えたものです。県では、今年1月から、挨拶文や企画書などの文案作成やアイデア出しといった一部の業務で、生成 AI を試験的に導入しています。 利用した職員からは生成 AI の回答に少し手を加えるだけで簡単に文書の作成ができたといった意見が寄せられていて利用した職員のうち業務に役立つとした職員がおよそ8割、また今後、県の業務への活用の可能性を感じるとした職員がおよそ9割に上るということです。県は今後も利用しした職員の意見を集約しながら、 効果や課題を検証し、新年度における生成 ai の全庁展開を検討するということです。なお、県議会定例会の質疑一般質問は明日、明後日と来週13日にも行われます。